ポルセード浜田は日本の島根県浜田市をホームタウンとする日本フットサルリーグに加盟するフットサルクラブ。1995年4月 HNT として浜田市と長郡の教職員らにより創設される。チーム名は浜田市と長郡の教職員の頭文字から。1995年から島根県野坂村で開催されているフットサル野坂ナイターリーグに参加。 教職員のみでは、存続が難しくなったため、その教え子らもチームに加入した。2005年に、島根県、フットサルリーグと、中国フットサルチャンピオンリーグで優勝し、中国フットサルリーグに参入。2008年に地域に根付いた、チーム作りを理念とし、チーム名を、浜田ハッツォルクラブ HNT、ドンチッチに変更した。2010年には、 より地域に貢献を目指すという理念に基づき特定、非営利活動法人となる。2016年に F リーグ巡回員申請が採択され、2017年より F チャレンジリーグに参入。2018年1月18日、F リーグが2018から2019シーズンから2部制を導入するにあたって新設される F リーグディビジョン2へ参加することが決定した。 これに伴いチーム名をポルセードハマダに変更した。ポルトガル語で港という意味のポルトとギリシャ神話の海の神であるポセイドルを組み合わせた造語。青2017カパス2018ゴルジャパン。ありがとうございます。